こんにちは。今日は気象現象の一つ花粉光環について、その仕組みをお話しします。花粉光環っていうのは何かっていうことなんですけれども、太陽の周りに光の輪ができるという現象です。で、非常によく晴れていて、雲一つない日なんですけれども、ちょうど太陽を取り巻くようにね、虹色に、光る光の輪がね、できてる。で、よく見ると何重にもなってるっていうことで、気づいた時ではね、あっと思ったんですけれども、で慌てて写真撮ってね、こんな感じです。ちょうどね、太陽がね、西の空に傾いて沈む直前だったんですけれども、これはちょうど3月のね、8日ということで、スギ花粉の飛散のピークだったわけです。ですから、この太陽を取り巻いてね、光の輪ができる現象はスギ花粉によるものだということで、なんでスギ花粉がね、たくさんあると太陽の周りに輪ができるかということについて、考えてみたいと思います。で、こういった現象はね、三段現象って言われているんですけれども、光というのはね、波でもあるというわけです。で、太陽からやってくる光はね、いろんな、色をしてるんですけれども、それは、波長によって、光の色がね、違うということで、短い波長の光は、青とかね、紫とか。で、長い波長の光は、赤っぽい色になるというわけです。で、大気中に、エアロゾルとか、大気中の空気の分子とか、そういったものがあると、それによって太陽の光が散乱を受けるというわけです。で、この太陽からやってくる光の波長と、大気中に浮いている、粒子の、サイズの、違いによって、散乱の仕方が、違うということです。で、粒子が非常に細かい場合ですね。これはレイリー散乱というんですけれども、そういう状況と、この光の波長と粒子のね、サイズが、大体同じぐらいっていう、場合は B 散乱というふうに、呼ばれています。で、この2つのね、散乱の仕組みなんですけれども、実際私たちはこの散乱現象を毎日ね、目にしてるわけです。で、1つは、空が青いということで、これが、レイリー散乱による、現象ですね。それから、空に浮かぶ雲が白く見えるっていうのが、右散乱による、現象です。で、どういうことかということなんですけども、このイラストで見てもらいますと、太陽からやってくる光がですね、大気中の散乱物質ですね、分子に当たると、この青で示すように、そこで、光が、いろんな方向に飛び散るようにね、広がっていくというわけです。で、こういった散乱は大気中の至るところで起こるために、私たちは、太陽のところが光ってるわけではなくて、空一面青く見えるっていうのは、この散乱現象がね、空一面で起こっていて、その光を目にしているということになります。一方、この右散乱っていう現象は、より大きな粒で起こるものですけれども、茶色っぽい矢印で書いてあるように当たった後、この手前の方にやってくるというわけです。ですから、この光の進行方向に対して、そのままやってくる光のことを、前方散乱、そして光が散乱帯に当たって光源の方に戻る方向に、光が進む波を後方散乱というふうに、呼んでいます。ですから、この右散乱の場合はね、当たってから自分の方にたくさん光がやってくるという現象なわけです。で、この散乱はその散乱をする物質のあるところで、それぞれ起こるということになります。で、実際これ太陽があって、大気中に微粒子ですね、エアロゾルとか、水分子とかそういうのがあると、その一粒に光が当たると、この当たったこの粒子のね、背後の方に光がやってくるというわけです。で、この後ろ側に回り込む光
のことを、まあ、解説というんですね。で、この解説の仕方は、まあ、この青い光ほどよく、まあ、回り込んで、赤い光はそれほど回り込まないということで、このリング状にね、まあ、光がこう波長によって分かれるということが起こります。で、これは一つの、ね、粒子について書いてるんですけれども、まあ、それが、まあ、いろんなところにある粒子で、まあ、同時に起こると、まあ、目にはね、それぞれから光がやってきます。ですからこのやってくる光をね、合成すると、角度によってお互いに光がね重なって強くなる。まあ、この先ほど、光はね波のようになってると言ったんですけど、この波のねこの形っていうの位相っていうんですけども、その位相が揃ってると強め合う。で、山と谷がね一緒に来るとお互いに打ち消し合って、まあ、消えてしまうので、そういうふうにしてこの場所によって光の強めあったり弱めあったりっていうのが、まあ、パターンを作るということで同心円状のパターンができてくるということに、まあ、なります。で、まあ、そういうふうにしてこの、太陽の光がね散乱を受けてこうやってくるときに、まあ、ちょうど綺麗にね、ドーナツのようにこう見えてるわけですけども、まあ、よく見るとね虹のように波長によって強め合うところが違うために中心から、まあ、赤っぽいところ青っぽいところ黄色っぽくなってまた赤っぽくなってっていうふうに、まあ、なっているっていうことなわけです。で、この光の現象ですけども、まあ、花粉によって生じる現象であるから、まあ、花粉光環というふうに、まあ、呼んでいます。まあ、英語でもねポーレンコロナというふうに、呼ばれていて、ポーレンっていうのは花粉のことですね。まあ、コロナっていうのはこの周りをね縁取るような、まあ、輪のことをコロナと言います。で、まあ仕組みは比較的ねよく理解されているので、これを、まあ、実際シミュレーションするということが、まあ、行われています。まあ、ここにはね、そういった研究論文の一つが紹介してますけれども、散乱帯のね、粒子のサイズとか、それから、まあ、数密度とか、ね、それから、まあ、形によってもね、影響はあるみたいなんですけれども、まあ、そういうものを与えて、まあ、どういうふうに、まあ、この現象が起こるかっていうのをシミュレーションするわけですね。そして、この、まあ、実際目撃されたこの光の現象と、まあ、よく合うものを探すというか、対応をつけることによって、まあ、大気中にどんな粒子が、どれくらいの密度で分布してたのかというようなことが分かるというわけです。まあ、そういったことがあるんですけれども、この花粉の非常にねたくさん飛ぶ、ね、ピークの時期にしか、まあ、見られないということなので、まあそういう時期になったらね、まあ、太陽をちょっとね目を向けると、そういったものが見られるかもしれません。まあ、こういった現象はね、まあ、雨粒でも見られることがあるし、それから、黄砂みたいなね、まあ、砂粒ですね、まあ、そういったものでも見られることがあるかも、まあ、しれません。まあ、今日はね、この春先、花粉の時期でもあって花粉が作るね、まあ、光の現象について、まあ、どうしてそんなことが起こるのかということについて、まあ、お話ししました。